結局武器を使うってことは、まあ一番のメリットは、まあリーチが取れるってことと、まあ破壊力が素手よりはあるってことかなって思います。で、まあ例えば武器を使えば、まあ手を痛めるってことは、まあ少ないと思うんですよね。まあ重さによってちょっと手首痛めたりする可能性はありますけども、例えば相手を突いたりした時に、まあ拳を痛めるとか、まあ、そういったのはまあないんじゃないかなって気しますし、また破壊力も、例えばパンチで叩く場合でも、まあ、こういった硬いもので叩いた方が当然威力はあるなと思います。で、まあ練習にしても、確かに武器術っていうのはまあ練習しないと使えないんですけども、でもまあ例えばパンチの打ち出す練習と比べても、結局それも練習しないと使えないってことを考えると、まあ重みのある長いもので叩いたり突いたりした方がはるかにまあ効果は高いんじゃないかなって気がしますね。まあやっぱり練習っていうのはまあ黙々とやるしかないんで、まあ確かに非常に孤独な部分があるんですけども、まあ時々自分もやってて、まあ、これ本当に効果あるのかなとかね、こんなスピードで大丈夫かなとかね、果たしてどこまでスピードが出せるのか、本気モードでやった時にどうなるのかとかね、いろいろ考えたりはするんですけども、まあ、それでも素手でやるよりは、まあ、武器を使った方がはるかに効果的かなと思います。まあ、この前に当然催涙スプレーが相手に当てることができれば、まあ、それは一番ベストでいいことなんですけども、まあ環境にもよりますし、まあ風のある日とかはあまり効果が期待できない時もありますんで、そう考えるとやっぱり、まあ当然スプレー系はそうなんですけども、まあそれ以外のこういったのも、まあ当然練習しておくっていうのは非常に重要なことだなと思いますね。まあ、メリットは改めて思ったんですけど、まあやっぱりリーチが取れるってことと破壊力が高い。だから、まあ素手で行くよりははるかにマシじゃないかなと思いますね。まあ何にもない素手頃で行って、相手が武器持ってる可能性もありますし、それに対してまあ武器には武器だと思いますんで、でそう考えた時やっぱり、まあそれがリーチの差とかね、破壊力でまあ勝てるかもしれないということですよね。まあ弱い人でも、まあリーチを取れて、なおかつ破壊力がある武器で、まあ自分の力を補えるっていう可能性が高いんで、やっぱり武器術は、まあしっかり練習しておく必要があるなと思いました。まあその武器術って言っても、まあその専門的なその動きとかそういったのは、まあ多分学べるって方は一部だと思うんで、あとはまあ独自の練習になると思うんですけども、それでも何もやっていない人に比べればね、練習しておけば全然違うと思うんで、まあ今後もまあ黙々と練習しようかなと思いますね。まあその効果がどれくらいあるかっていうのは、実際本当は 人体実験するのが一番いいんですけども、そんなことは当然できないんで、まあそれはサンドバッグであったりとか、まあ、他のものとか、あとまあシャドウしかないんですけども、まあそれでもね、まあ理屈から言えばこんだけのまあ重たいリーチのあるものを相手に当てるってことは、おそらく素手でやるよりは威力があるとは自分も思ってますね。まあ空手の有段者とか、まあ武術のそのすごい高段者の方の、まあ、パンチの威力っていうのはすごいと思うんですけども、おそらくそれに匹敵するぐらいの、力を出せるんじゃないかと思うんで、ですからやっぱり、まあ、素手で何とかするっていうよりも、まあ、こういったのを使って、まあ、戦うっていう方が自分はいいと思います。まあ、逃げるのにも有効ですしね。ですから、まあ、今後もまあ、黙々と練習をするということですね。まあ、黙々と練習をして、まあ、それが役に立たない方が本当はいいんですけども、もしかすると自分を助ける日が来るのかもしれないですよね。まあその日が来ないことを願ってますけども、まあ黙々と練習すると。まあ、皆さんもまあ黙々と練習はされてると思うんで、まあ頑張って、
今後も練習をしていくということですね。まあどうやら大きな苦難はなんか近そうな感じも受けますんで、まあ購入はもうされたっていう方は、まあ、黙々と練習を積むということですね。今日は以上です。ありがとうございました。